ラジオネーム、かまちょさんからの質問です。ヒカルさん、おめでとうございます。突然ですが、ヒカルさんの身長って何センチですかそして、ヒカルさんは双子だったりしますかというのも、3月25日土曜日18時頃の江ノ島で、ヒカルさんに風貌の似た人を見ました。が、あれはヒカルさんかという疑問が少ししてから浮かんだんです。仮として、ヒカルもどきとさせてもらいます。ヒカルもどきとすれ違ったのは、江ノ島神社へ向かう土産屋や 飲食店が並ぶ狭い通りでした。女性と二人で江ノ島神社へ向かう方向へ歩いていました。光カルは見た目も声も光さんに非常に似ていて、特に声はポッドキャストで聞いているままの声。身長は180センチくらい。光カルモとすれ違った私は、あ、光さんって身長高いんだ。って思って、その時は済んだのですが、10分くらい経ってから気づきました。あれ お子さんいなかったぞ。というか、生まれたばかりで、奥様と二人で江ノ島観光。ということは、さっきすれ違った人は、ヒカルさんじゃない。でも、あんなに髪型、髭、顔、声が似ているなんてあるのかヒカルさんご本人だったのか双子だったりするのかこのままだと気になって気になって気になってしまいます。探偵さん、<laughs> どうか、2023年3月25日18時頃に江ノ島神社近くに現れたあのヒカルもどきの正体を突き止めてください。よろしくお願いします。 これすげえな。ブラタモリ。番組みたい。はいうん、うん。探偵ナイトスクープか。うん、うん。こいつ文章長えな。<laughs> 今読,、ま、読んでる時に噛まずに読むのにすごい必死になりました。いや、すごい、すごいです。はい、ありがとうございます。まあ質問に答えると181センチですね。ちょっと行きましょうか。<laughs> 僕も思ったよ、読みながら。これさ、質問は慎重かよと思って。質問は慎重かと思って。181センチで、えっ、ー、と、双子ではない。<laughs> じゃあ次行きましょうか。やばい。コンサルの、コンサルのやつみたい。結論ファーストみたいな。<laughs> 余計なことは喋らないっていう。結論からね、言いましたよね。これはでもさ、いや、うん。これさ、うん これさ。<laughs> これ、これだってフリーアジェンダのさ、スラックでさ、うん、誰でも見えるとこにさ、これがさ、ここっつってさ、<laughs> こんなんどうき、はい、見たって不倫にしか見えないじゃんかよ。ねえ、不倫にしか見えないじゃん。なんで女性と二人でって。<laughs> <laughs> まあ、不倫はいつかバレるものですからね。 うん。うん。でも、いや、俺、これ、これ、マジ、やばいなって思った。え、それはどういった観点からでしょうかいや、なんか、目撃されビリティが過ぎる、最近。いや、過ぎるね。ヒカルさんだけ。うん。ま、結論言うと、これ僕なんですよ。お実際に。おあなたでしたか実際僕なんですよ。お前だったか。うん。だ。うん。あ、じゃ今、あの、うちは、 うん、えっと実は妻と子供が、何、うん、ですかね、産後養生施設みたいなところに入ってまして、それがそのあっちの、何ですかね、よ神奈川の方の方面にある施設なんですよ。あ、そうなんだ。そこはスパルタなんですかそこは本当にも激甘。<laughs> あ、激甘なんだね。よかったね。<laughs> 激甘、うんあの。妻がのびのび過ごすため、ファーストの施設なんですよ。 その先週、あれですね、うん、先週のこの人が言うところ、3月25日土曜日に、はい、あのその施設に車で、えっとまあ、面会に行きまして、ブーンと。で、そこはあのあの嫁ファーストなんで、うんまあ、子供預けたまま、外にちょっと気分転換とかに行ってもいいんですよ。おおなるほど。っていうの、んうんうん、の一幕でたまたまあの江ノ島を通った時に見られているっていうことですよね。 いやあ、あなたあれですね。怖い、怖い。世の中狭く使いすぎですね、あなたは。いや、マジで怖い。マジ怖いね。先日さ、電車乗ってたら隣に座ってる人がさ、もしかしてシカラさんですか怖い。怖い。はい、つって。フリりジェンで聞いてますみがとうありがとうございます。 て、うんてんてんてん。あ、気まずいと思って。あ、うん、あの、フリーアジェンダは、えっと、どういったところがお好きかとか、そういうの聞いてもいいですか次は赤坂みつけあ、すいません、すいません、デジタル庁行くんでおります。<laughs> <laughs> いやー、その場に遭遇したくねー。話しかけられたくねー。<laughs> いうことがあったんだよってツイートしたら、そのリップで、はい、さっき外苑前歩いてるの見ましたって。 死ぬ。<laughs> 世の中狭。すごいね。すごいよね。うん。うん。うん。とか、この前にデジタル庁でなんか採用あ、新卒の採用イベントみたいなのに借り出されて、うん。なんかそれに来たやつがフリーレジェンドのファンだったりとか、うん。うん、あれはちょっとやばかったな。なんかヒカルさん持ってる影響力よりもこう、こう、なんだろう。 人の、何、集まり具合とか、見つけられビリティ確かに、ちょっと、なんか、異常に高くないまあ、有名度で言うと、多分、ヤモティの方は、社会的な、こう、認知度が高いんだと思うんだけど、うん、なんか、見つけられるのは俺の方が多いよね。すごいね、それ。なんで、ん。まあ、でも、まあ、風貌とか相まってってところは、確実にありそうっす、ね。なんだろうね。 うん、結構でもそれ気になってて、うんうん、なんか昔からなんだよね。あそうなんだ。俺、早稲田に入って、大学で、うんうん、で、なんか同じ実験の班のやつに、実験の班一緒だなみたいな、仲良くしようぜみたいなふうにしゃべったら、うん、お,お前、あれだろ、上智大学受けたろって言われて、え<お>っつって <laughs> 受,け受,け受けてました、なんでですかって言ったら、いやいや、ゆうゆうなんか。 試験会場で見たよとか言って、え<っ>、うん、やば。あんな受験っていうナーバスなメ,、うん、メンタル状況の時に他の人の顔覚えてるんですかっったら、うん、もうんお前だけ異常に見あの目立って <laughs> すいません。<laughs> <laughs> なんかあんだろうね。なんだろうね。オーラ、オーラが。光のオーラが。ヒーラーが。ヒーラー出てんだよ、ヒーラー <laughs> <laughs> そうね。うん<あ>。ハ王色だからな。うん。ハ王色のヒーラーが。 やえ矢本,は本当にないのでもいつも申し上げており,おります通り、僕一切ないですね。一切。でもな,なんでだろうだってさ、ク、うん、リーアジェンダでもたまにこの話してさ、ヤモト見つけたら、話しかけてくれって、こんなに訴えかけてるのに。あのさ、これ、えっと、見つけられるためには、なんか人物的なその、何 ヒーラー的なものが出てるかどうかもあるけど、その見つけやすい場所チャンネルチャネル問題あるんじゃないかなと思ってて、うん、あのちょっと思い出してほしいんだけど、どういうチャンネルでいつも声かけられちゃってんいつもどこで見つかっちゃってんえでもさ、いや、うん、よくあったのは昔は WeWork ーーなんだよね。WeWork ーーね。わかりやすいすウィーワークはわかる。WeWork、うん、はわかる。うん、でもスタバとか。スタバね。道端とか、 道端ね。<laughs> どこの道端、えーえー、いや、もう自分が住んでる地元の駅もあれば、うんうん、中目黒の川沿いとかもあれば、大観山のカフェの前とかもあれば、うんうん、結構いろいろですね、それは。仮説として IT 系の人が割と出没しそうな場所に、ヒカルさんはよくいる説っていうのは、なんかあるんじゃないかなっていう。なの。 僕、いないから、<laughs> そういうとこに。うん、そうね。うん。まあ、そう、そういうことに、そうだと思いたい。それが一番多いかもしれないけど、よくわかんないし、なんか、やっぱ今日の話聞いて思ったけど、フォロワーの数ってのは自分に向けられた重厚の数だなっていう格言をね、まあ, <laughs> まあ、改めて思い出しました。怖いっすね。うん、そうかもしれないですね。<laughs> うん。江ノ島で重厚引かれてますよ、あなた。 いやだからさ、でもさ、そう、あの、思ったわけ、その、ま、あ、渋谷とか港区にいて、うん、ま、あ、目標されんのは、うん、ま、あ、仕方がないと。うん、や,やむなしと。でもさ、江ノ島はちょっとや,やめとこうよ。うん、それすごいね。うん、お前何してたんだよ、江ノ島でよ。<laughs> <laughs> わざわざ言うてくるなよな。ちょっと隠したれよ。何が女性と二人でよ <laughs>。つんまやつんま。<laughs> うん。 ガルもどきとか言われてます。はい、はい。はい。<laughs> 続きましょう。これ、どうするこの続きいっちゃうもう一個いきましょう。うん。雪見大福いっちゃいますか雪見大福いきましょう。わかりました。雪見大福さんから、えは、ー、じめまして、いつも楽しく聞かせていただいております。絶賛就活生で都内の大学に通う3年生です。すごいね。 私は小中高生のサラリーマンの解像度の低さに課題意識を持っています。私が地方出身であることも関係するかもしれませんが、小中高の職場見学は、えー、っと、先生、えー、や地方公務員、看護師、消防士、えー、など、わかりやすい職種の選択肢しかありませんでした。またはキャリアに対して理解を深める時間はほとんどなく、当時サラリーマンに対して漠然とした灰色のイメージしか持っていませんでした。かっこ不勉強です。ごめんなさい。 現在は就活をする中でサラリーマンにも様々な業界職種があることを知り、その中でやりたい仕事を見つけることができています。ただ、高校時点で知っていればもっと学部選択も違ったと思いますし、地元で先生や看護師になることを決めた友人には選択肢の広さを羨ましがられることも多いです。 えー、小中高生のサラリーマンの解像度の低さの根本的な問題としては教員が就活をしたことがないずっと地元の閉じた世界に生きている人が多いというところにあると感じます先生方のことは尊敬していますが構造的な問題として小中高生のサラリーマンの解像度のエ、えーに関して思うところがあれば、えー、ご意見伺いたいですとはいはい頑張りました はい、<laughs> なんかとと途中でしき敷地能力が突然落ちちゃう。これはスプレッドシートがこうなんかぐちゃぐちゃっとしてちょっと読みづらくなったっていう問題でした。はい。本当な、それな。うん。うん、確かに。でもこの人はいい仕事というか自分に合った仕事を見つけられたんですね。そうね。就活頑張ったんでね。おめでとうございます。ます君大福さん、明治だろうな。明治っすね。あれ、明治だっけ <laughs> 君大福って。え大福ロッテじゃねえ ロッテやそだ雪見大福嘘ロッテやんや、うん、ロッテや,ロッテ,やロッテだよ。お口の恋人。はい。ロッテ、ほんまや。はい、ロッテです。え、明治じゃないんだ。明治じゃないね。明治じゃない。ロッテすげえな。明治のアイスって何があんだ明治のアイスはね、スーパーカップですね。 スーパー代表例はああ。ああ、ロッテの方が強そう。はい。そうなんだね。アイス。そうなんだ。そうみたいよ。明治さん頑張ってほしいな。うん。でもアイスって結構なんか、どこはく行くいくいやいや、さ、例えばガツンとみかんとかってさ、どこがつってるか知ってる 赤木乳業じゃないのそう、赤木乳業。うん、すご。こいつすご。赤木乳業さ、超有料企業だよね。赤木乳業超有料企業。あの、ガリガリくんシリーズに始まり。うん、本当にね。あと、僕一番好きなアイス言っていいいいよ。おまんじゅうアイス。おまんじゅうアイス何それアイスまんじゅうだ、アイスまんじゅう。何それここは丸長製菓ってとこが出してるんですけど、なんかあの、クリーミーな、 あの、バニラのアイスの中に、めちゃめちゃ濃厚なあんこが入ってるんですよ。マジビビるくらい知らん。<laughs> ビビるくらい知らんこれね、世界一うまい。マジでビビるくらい知らん。あの、僕、今週からケトジェニックダイエットやめてるんですけど。はい。もう一番初めに食べたいと思ったのはこれでしたね。えそうなんだアイスまんじゅう。そう、マジで売ってないんですよ。全然探しても名前が出てこなくて。アイスまんじゅうマジでうまいから一回食べてみてほしい。 アイスまんじゅうマジでうまいでもさ見たことないよほんとにほんとにほんとにほんとほんとにえ著名だアイスまんじゅう見た目が結構やばい <laughs> 見,見,見た目はさなんかその糖質で人を殺す見た目してるんだけどえでもさアイスまんじゅう糖質の、ね、糖質糖質、うん でししかかなないいでででこれ <laughs>、うん、糖質もこれなんていうの,その外もうまいのよ外もあ,あのー、スーパーカップとかの安いバニラではなくてうまいバニラのこれこれ,、うん、これがさアイスま、うんじゅうこれっていうのはさまた骨太の方針と太骨の方針問題みたいなとこあるよこれ <laughs> どういうことやこれまんじゅうアイスだろ <laughs> アイスまんじゅうではないよ、これ。まあ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 、それはおっしゃる通り。え、でもこれ、あの、頼むから一回見つけて食って、これ。おっと。めちゃくちゃうまいんよ。おっと。<laughs> これを超えるアイスと出会ったことはないんでも、ヤモティってそんなにさ、アイス食べんのまず。僕、アイス大好き。あ、そうなんだ。そう。う怖いな。制限をかけなければ、あの、1日3つとか食べたい。 本当 <laughs> に夏休みの小学生じゃねえかそうかいいでアイスは冬ほど美味しい OL <laughs> の言い方や <laughs> 冬ほどうまいのがアイス <laughs> 抜ける、うん、そうねサラリーマンの解像度の低さかアイスまんじゅうといえばサラリーマンだけどそうこれでも確かにすごいあれだね これでもなんか、そうですね。僕、思うところがあって、僕はね、父親、教師、母親、教師、妹、教師ですと。で、うん、親戚、教師と教師。で、<laughs> 母親の親、教師と公務員。父親の親、<laughs> えー、保育園の先生と公務員。公務員じゃないか。うん。なんか、ちょっと、公の、土木系の仕事をしてた人。うん。で、妹の旦那さん、教師、みたいな。 感じなんで、えー、っと、360度教師に囲まれて育ったんですよ。すごいね。なんでまあたいこの感覚、この彼、うん、彼女が、雪見大福さんがおっしゃってる感覚は、まあすごいよくわかるというか、身の回りにそもそもサラリーマンおらんしっていう。うん。サラリーマンっていうか公務員以外の仕事ってあるのっていう。やば。ので18歳まで育ったんで、うん。なんか感覚としてはすごいわかりますね。 そうなんへえだから公務員とかって絶対潰れないじゃないですかでうんでそれに比べると会社ってのは潰れるかリスクがあるって教わって育ったからマジでなんかいやあまりに低すぎる解像,解像度というか<笑><笑>あそうなんだ、うん、ものすごいバイアスを受けて育ちました俺でも逆にその公務員は安定してるみたいな概念があんまなく育ったはい、はい <laughs> それこそ国家公務員とかもなんか安定してるからなる人がいるみたいな話をたまに聞くんだけど、うん、な,なんかあんまピ,ピンとこない。ねうん、だからその僕も今多分光さんと同じ感覚だけどあのやっぱ幼少期にどういう大人に囲まれて育ったかによって、まあ、結構そこの辺の職業的価値観みたいなものってこべりつくんじゃないかなっていう 自分はたまたまなんか、うん、あの大気圏にビューンって飛び出たんですけど。うん、でもサラリーマンって何なんだろうね。うん、本質的にサラリーマンって何なんだって感じがするよね、するんだよなサラリーマンっていうくくりは確かにですね。結構変わったくくりですよ。うん なんかでもデスクワーカーって面白い、いい仕事だって思、うん、思おうとしてるんだけど、うん。それこそさっきのその、なんか産後療養施設とかに行くとさ、うん。まあこう看護婦さんというかさん、こう産後し、なん,ていうんですかね、助産師さんというかさ、うん。うんうん、もう赤ちゃんをあやすことのプロみたいな人たちがいっぱいいるわけよ。はいはいはい。もう365日赤ちゃんをあやして、で、まあ産後の女性を、こう、ケアしてると。うん めっちゃいい仕事だなと思って、あれ。<laughs> うん、うん。もう365日赤ちゃん抱いてるのよ。うん。いい仕事だね。明確にさ、幸せを作ってるというか、人のためになってるなっていう。うん。いい仕事だなと思って、デスクワーカーって何なんだろうみたいな。<laughs> なんか、うん、極端だけど、そういう気持ちになることもある。<laughs> ああ。 でもなんか赤ちゃんをあやすとか赤ちゃんをえっと助けてその奥さんを助けるみたいなものはえ、便益ベースの話ですけどデスクワーキングってなんか作業ベースというかあのもう少しこうハウ寄りの話じゃないですか、うん、はいはいはい、はい、でサラリーマンも割とハウ寄りの話だなっていう感じはしていてえこの人がえ、なんだろう見つけたと言ってやりたい仕事を見つけると書いているその誰に何をというどういう便益を世の中に 俺はこういう穴を掘るんだという、その穴の話がより大事で、あって別に何かそれがサラリーマンなのか、企業家なのか、公務員なのかは、まあ、ぶっちゃけどうでもいいんじゃねっていう,うところに行き着いたりしないですかね。うん、だからあれだね、こう。人類はもっと、ハウに喜びを見出したら幸せになれるのかもしれないね。いやああ<ー>。俺は一太郎一体を使いたい。ああ<ー>。<laughs> ああるるねそれ<俺>でもある俺,俺は一太郎を使う人間になりたいみたいな風に心から思えたらこのコンクリートジャングルでは幸せになれるのかもしれんない。いやめっちゃある僕評価を昨日ずっと書いてたんですけど昨日土、うん、日月で評価とかと<ば>なんかそう,そういうのを書いてると結構途中で頭くるってもうこんなにやりたくねって投げ出したくなる気持ちにいや僕がそういうのを言うとまずいからならないんですけどあの <laughs>、まあ、ずっとそれだけやってるとる俺は何のためにってなっちゃうじゃん、うん なんだけど、うん、その合間でさ、あの、SQL 書いたりして遊んでたんですよ。はいはい。SQL 書くってさ、なんか久々にやるとめちゃめちゃ楽しいから、俺ずっと SQL だけ書いていたいってなるんですよね。うん、<laughs> なんか、そのハウに、ハウってすごい魔力あるよね。これやってたら楽しいってあるから。ある。あるうん、うん。な、なんだろうね。まあ、明確に手を動かした分だけ物事は進捗してる感じを受けられるし。うん、あ,るあるね、あるね。 うん、うん。ねハウには魔物が住んでんだよ。うん、でもそっちに没頭したら結構幸せな気はするけど、まあ、長期的にはそれはあんまりいい結果にならないんだよな。うん、それもあんだよな。それもあんな。うん。まあ、それは最近結構思うところがありますね。うん、はい、どうぞ。いや、ハウの達人がインフルエンスをつけやすいっていう,こう構造の逆転みたいな問題もあるじゃないですか、最近は。ありますね。 ね、なんか、あの、エクセルめっちゃうまい人みたいなのは、それ動画に撮ってみんなに出したらめっちゃインフルエンスつくみたいな、とか、料理うまい人はそれ出すだけで、なんか家庭料理なんだけど、えー、っと、ね、別にプロの料理家とかでもないけど、なんかその人が自分のチップスを世の中に発信したらすごいフォロワーがつくとか、か結構その、ハウ極めると今は稼ぎやすいとか、そういう,こう逆転現象割とありがちだなみたいな、のもあるんで、この、 まあ選択肢が多いんで好きに生きれるよっていうのもあるけどなんか本質的な何だろうその価値提供とか価値を掘るぞみたいなものに、まあ、ある種向き合うためのノイズってめちゃくちゃあるなみたいなのもあるんで大変っすねうんそうねなんかやっぱそのその問題でもめっちゃ大きいと思ってるんだけどうん、うん、なんかこう模倣用意性みたいなものなのかなって ってて思、うん、でもなんか就活の面接とかでこういう受け答えをすると受かるみたいなのあるじゃん。あるある。でもさ絶対にさもう就活で受かるかどうかなんてさ面接の前の段階でほとんど決まってる部分がある気がするんだよね。<ー>そういも,そもじちゃう <laughs>。自分とその仕事が向いてるかみたいなところだったりとかさ言いたくないけど学歴とかさ持っる経験とかさまあほとんどさ義務なことが多いとは思うんだよね。うん、うん うん、まあまあ企業とかも一緒だと思う。なんかある程度マーケット決めた段階で細かいチューニングがもはや無意味なのだみたいな。うんうん、<laughs> まあまあでもその結局そこに目を向けると辛いからこういう受け答えをすれば受かるとか逆に落ちたらこういう理由だったとかっていうのを考える方がまあ楽ではあるよね。うん、確かに。とかなんかそのこういうふうにすれば女性に持っているみたいなさ。 でもなんかもう本質的なお前のその性格とか喋り方とか振る舞いとか服装の本当にそのなんていうの小手先というよりは持ってる価値観とかっていう深い部分で結構ほぼ決まっとるぞみたいなことに向き合うのは辛いじゃない辛いわね <laughs> うんそこまで変えるのは大変じゃない大変だから表層的なことをすれば OK みたいなふうに思いたいわけっす俺はこれやったぞってねうん俺たちははい その模倣容易な部分ほどみんなが幻想を抱くので、その部分で稼ぎやすいと。うん、確かに。うんまあ、そういうことなんです確。確かに。いやー確かに。まあ模倣、ああ、そうね。そうね。やっぱオリジナルな人間でいたいなーって思いました。<laughs> ねえ、なんだろうね。<laughs> だからさ、でもさ、がっかり、 されるると思うんだよね結局その極めて人ほど、うん、んか何を勉強したらいいですか何の本を読んだらいいですかああ、はいはいはい、はい。多分、聞かれるじゃん。そのハウの部分。ハウの部分をめちゃくちゃさ、引き出そうとするじゃん。あなたみたいになりたいんです。何を読んで勉強しましたかみたいな。うんうん、いや、なんか、マインドが大事みたいなこと言うとみんながっかりして帰ってくるんで。確かになんか何の参考にもなりませんでしたみたいなね。 そう,そうそうそう。うん、確かに。いや、簡単だよ、みたいな。1日16時間、夢中になって勉強してただけって言われて、<う>ああみたいな。までできねえってなって終わるっていう。うん、そう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 。うん。確かに。自分の仕事に成し遂げないことを忘れないこととか言ってもみんな、はあ、うん。そんなことより役立つ本を何を読めばいいんですかみたいな。確かに。うん、いやーそうっすね。 なんか、その、やっぱ突き詰めると自分が何者で自分は何をしたいのかっていうのと,と出会うって、めちゃくちゃこう貴重というか、なんかすごい得難い、得るのが難しい経験だと思うんですよ。うん。直近、特に。でもなんか、その、僕が見てるラップスター誕生っていうアベマの番組があって。<laughs> はい。 で、そこに出てたスティッキーバッツくんっていう大阪の南側のラッパーがいて、めちゃくちゃラップかっこいいんですよ。めちゃくちゃ上手い。で、すごいヒップホップの会社体現してるんですけど、この子が番組のオーディションの10日前ぐらいに逮捕されたらしいんですよ。でもこれ逮捕されて、な,なんていうのお金払ったら出れるやつ。うん、で、えっと、結局親がそのお金を肩代わりして出さして、オーディション出させてあげるんですよ。で、その親のインタビューの中で、 なんか親が言ってたのは、まあなんかこいつは間違いをしてしまったかもしれないけど、なんかこんな世の中、こんな時代に、俺はこれで食っていくんだって決めてやりたいことがあるっていう、なんかその一個だけで、なんかこいつを応援する理由は十分だったみたいな。あの、それをやってしまったことは背負って生きていけばいいけど、こいつがこのチャンスを逃してしまうってうことは、まあ親としてはちょっと、あの、ね、あの、 見過ごせなかったみたいなことを言って、まあ、多分少なくないお金を払って出してあげるっていうエピソードを話してて、俺これになりたいって思ったっつ、ね、もう、めっちゃいい話やな、はい。うん。やっぱやりたいことを見つけるって大変っすよね。見つけ、その、なん,なんていうの、こう、ちょっと誰でもできそうな、ハウの達人がブワーっていっぱいいて、で、SNS 内何内の自分の情報にボンと飛び込んできやすいと。 うん、で、手つけてみる。あれうまくいかない。手つけてみる。あ、うまくいかないとか。まあ、じゃあもう見てるだけでいいや。なりやすい。なりやすくって。あれ俺は何のために生まれて何したいんだっけっていう、その自分との会話みたいなのって、なんか結構相対的にはしにくい世の中だなって思うんで、うん、なんか子供と接するときとかも結構そういうことを注意したりするんですけど、注意するっていうのは、あの、関心を向けて話したりするんですけど、うん、ね、難しいし、えがたいことだなって思っておるわよ。 そうねなんか上手は夢中にかなわないみたいな。うん、でもさ、なんかそのやっぱ上手い人ほどそうなプログラミングとかもさ、やっぱ上手い人、うん、俺も多分そういう時期はあって自分が全くコードとか書けなかった時とかって、うん、やっぱハウハウにものすごくこう系統するというか何の本読めばいい何の関数を覚えればいいですかみたいな。うんうんうん なんかめっちゃしょぼいことを聞くと、やっぱ上手い人ほど、まずそのプログラミングを使って何をしたいか、作りたいものをまず一個思い浮かべてくださいみたいなで。それをどうやったら作れるようになるか。で、作れるようになったら次はどうやったらもっと上手く作れるようになるかっていうのをまず繰り返すんだよみたいな。で、それに必要なことをやればいいとか言われて、 でもそれだとなんかこう作りたいものによってなんか覚えられる関数とかそごく偏ったものになるじゃないですかみたいなもっとこう包括的に俺はみたいな系度的な勉強をつってあそれあとでいいよみたいなまあ<私>そうそうだなって思いますわかるはじめに時系列処理全部覚えてからプログラムを書き始める人はいないですからねうんそうですね、はい、なんだっけこれサラリーマン サラリーマンもいいけど、起業家もいいぞって話でした。<laughs> うん、そういうことですかね。<laughs> うん、公務員もいいぞ。公務員ね。うん、確かに公務員。やめよう。うん、ありがとう、雪見大福へ。はい。ヒカルさん、だっ,だって今、純公務員みたいな感じだ。そういえば。僕、僕今、公務員ですよ。公務員か。公務員のヒカルだった。そっか、そっか非常勤。非常勤国家公務員、県事営業です。えー。 そっか、公務員をキャリアの中でやってみるってことができてんのか、羨ましいな。そうだろうね、別になんか、全く安定、1>, <laughs> 1年更新だから安定してないけど。うん <laughs>、でもなんか、すごい。それはそれで得難い経験ですね。羨ましいです。そうだね、なんかそれは、うん、なんかよくわかんないから楽しいみたいなところはあるけどね、やりたいことかって言われるとあんまわかんないけど。 でもそう、ね、別になんか人生割となんか何が起こるか分からないんでもちろん新卒とか所定は大事ととても言われるしうん、うん、それは一定あるとは思うけど別に今は終身雇用じゃないので、うん、いくらでも自分のキャリアっていうのは別に変えられるし、うん、なんか割と飛び込んでみれば意外となんとかなるもので別にこう38のおっさんとかが今までなったことない公務員とかになったりしてもそれなりにやってきはするんで。 いい話やん、うん、まあなんで、その新卒どうするかみたいな話も重要だけど、その先のことの方が、まあ、はるかに重要かなと思いますよ。そうですね、はいすはい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また会いましょう。はい、また会いましょう。アディオス。フリーアジェンダでは、皆さんからの感想や質問をお待ちしています。 ツイッターでハッシュタグ、カタカナでフリーアジェンダをつけて投稿いただくか、概要欄にある Google フォームよりお送りください。皆さんからのコメントはフリーアジェンダ一度、いつも楽しく読ませていただいています。また、番組内で紹介させていただいた方には、後日忘れた頃にノベルティが届く可能性もあります。それでは、今日もフリーアジェンダお聞きいただき、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。